レッスルマニアXバイブは、アメリカのプロレス団体 WWE が2012年4月1日に開催した年間最大の大会、及び PPV の名称である。2011年のマネー・イン・ザ・バンクにおいて勝利したダニエル・ブライアンは TLC にて権利を行使し、WWE における世界王座初戴冠に成功した。レッスルマニア直前の大会にあたるエリミネーションチェンバーにおいて世界へ、B 級王座戦の試合後にロイヤルランブル優勝者で、あるシェーマスが乱入、ダニエル・ブライアンをボディプレスで叩きつけ世界へ、B 級王座戦に挑戦するメッセージを明らかにした。2月20日の RAW において、レッスルマニアにおける WWE 王座戦への挑戦者を決定する10人、バトルロイヤルが行われ、最後に、コーディの協力もあって、ビッグショーを落としたジェリコが挑戦者に決定した。ストレートエッジを信条とする CM パンクに対してジェリコは CM パンクの家族が中毒症等の問題を抱えていることを暴露し CM パンクを心理戦で攻撃した。エリミネーションチェンバーにおいてコーディローズにピンホールを奪われた。ビッグショーは直後よりローズから度重なる挑発を受け、これに対して、スマクダウンの GM である、セオドア・ロングは3月2日の番組上で、レッスルマニアにおける IC 王座戦のローズの対戦相手として、ビッグショーを選び、両者の対戦が決定した。大会当日、ビッグショーは、試合に勝利したことにより WWE 史上12人目のグランドスラム達成者となった。連勝記録を20の大台まで伸ばそうとする。ジ・アンダーテイカーは2012年1月に復帰し、昨年の対戦相手であったトリプル H に再戦を要求したが、トリプル H はこれを頑なに拒絶した。その後も両者は対面を重ね、ついにトリプル H が再戦に同意。しかしトリプル H は試合形式をHIAC戦に変更することを要求した。その後の RAW においてHIAC戦を熟知し、トリプル H の友人でも3名ともにHIAC戦を代表する選手であり、かつ一時代を築いたベテラン勢の決着戦として、この試合は一時代の終焉とテーマ付けられた。この大会でジ・アンダーテイカーは20連勝を飾った。本大会が開催される1年前の2011年2月にザ・ロックが WWE に約7年ぶりに復帰。レッスルマニアXバイのゲストホストを務めることを発表したが、それと同時に WWE の現エースであるジョン・シナに対して持ち前のロック説で攻撃を仕掛けていた。WM27 においてザ・ミズとの王座戦が決定していたシナはこれに反発し、大会ではミズ vs シナ vs ロックの三つどもえの様相を見せていた。WM27 当日、ロックは試合には出場しなかったものの、ダブルカウントアウトとなった試合の決着に納得せず、試合を反則裁定なしのルールに変更して、続行を命令。試合再開の直後、ロックがシナにロックボトムを見舞い、ミズの勝利を援護した。大会翌日のマンデーナイト RAW において、ロックがシナと対峙し、翌年のレッスルマニア28において、優劣をはっきりさせるために対戦を要求。シナはこれを承諾し、レッスルマニア28におけるロック vs シナ戦が決定した。以後、ロックは断続的に WWE の番組に登場するだけに止まり、シナとの直接の衝突はなかったが、ツイッターを主としたメディア上で攻撃戦を展開。両者のファンを巻き込んで、チームブリングイット vs サネーションとして、WWE の番組上とは別に両者の構想は展開された。この試合が決定した開催1年前の時点から本大会はロック vs シナ戦が強く宣伝されており、大会の宣伝文句である Once in a Lifetime の通りロック vs シナ戦のための大会という側面も強かった。また、10年前に行われたレッスルマニア18におけるロック vs ホーガンにも例えられアイコン vs アイコンとも歌われた。本大会当日、両者のインタビュー等のスキットはなかったものの、開催直後からファン及び実況解説陣も、この試合に向けて緊張感を増し、試合前の時点で両者のファンがちゃんと合戦をすると、異様な盛り上がりを見せた。試合は10年前に行われたロック vs ホーガンを彷彿とさせるかのように両者が会場のファンを見回しながら対峙、力比べや打撃を基本とした試合運びとなった。戦いの場がリングから場外に移ると、シナはロックを実況席に叩きつけ、ロックがあばら骨を負傷したのを察するとリング内に戻してベアーハグで脇腹を攻める。ロックは苦悶の表情を浮かべながらも耐え抜くが、スタミナの消耗と脇腹のダメージで劣勢に立たされるも、シナの隙をついて反撃を試みる。試合中盤では、シナに STF を仕掛けられたロックの意識が徐々に薄れていき、失神寸前まで追い込まれるが、レフェリーが意識の有無を確かめるためのカウントの3つ目を数え終える直前に息を吹き返す。この時にシナもロックの顎と首動脈を締めるのに体力をほとんど使ったために両者とも疲労困憊になる。試合終盤に差し掛かるとロックがコーナートップからダイビングボディプレスを敢行。シナがこれを捉えたまま持ち上げそのままアティチュードアジャストメントを決めるもロックがこれをキックで跳ねのける。呆然自失となったシナが、突如ロックの決め技である、ピープルズエルボーを模倣するも、ロックがこれをカウンターのロックボトムで捉え、ピンフォール、1年間にわたる、抗争の結果は、ロックの勝利となった。試合前に、トリプル H と対峙する、ジ・アンダーテイカー・ザ・ロック vs、ジョン・シナ大会エンディングを勝利で締めくくった、ザ・ロック・プリモ&エピコ vs タイソン・キッド&ジャスティン・ガブリエル vs ウソズ、ダニエル・ブライアン vs シェーマスタン、コーディローデス vs ビッグショー、ジ・アンダーテイカー vs トリプル H チームジョニー、マーク・ヘンリー、ドルフ・ジグラー、ジャック・スワガー、ザ・ミズ、&ドリュー・マッキンタイア vs チームテディ、アール・トゥルース、コフィ・キングストン、ザック・ライダー、グレート・カリ&ブッカー T 勝利チーム、チームジョニーの GM、ジョン・ローリネーティスは、RAW スマックダウン両番組の GM に就任。CM パンク vs クリス・ジェリコ、ザ・ロック vs ジョン・シナ。ありがとうございます。